みちあさひです。今日はですね、めちゃくちゃ楽しみにしていたウーム女子クリエイタークリスマスプレゼントスワップの開封動画をやっていきたいと思います。この中にウームクリエイターの誰かが選んだクリスマスプレゼントが入っています。昨日ぐらいからクリスマスプレゼントの開封動画をね、上げているクリエイターもいるんですけれども、この中身はね、ウームのスタッフさんがもうこうミックスして配ってるので、私のところに誰からのプレゼントが届いているかっていうのは分からない状態です。でもちろん私が選んだプレゼントも誰かのところにね、送られていて、きっと今後開封動画がね、上がると思うんですけれども、今日はね、なんだろう、めっちゃ楽しみ。何も知らないのってめちゃくちゃ楽しいよね。こちらをなので開けていきたいと思います。もう今年なんか本当にね、女子クリエイターたくさん増えたので、今回参加する方もどうなんだろう、結構いるんじゃないかな。なんか紙袋が見えます。出していこう。せーの、お、スリーだ。結構なんかずっしり感があるんだけど、なんだろう、めっちゃ楽しみ。ちゃんとボックスに入ってる。そしてそして、ここにはお手紙も入ってる。ここに多分誰からかっていうのがね、書いているんですが、どっちから開けよう、どっちから開けようかな。とりあえず中身を先に見ていこうかなと思います。いや、ちょっとこの流れでいくと3の何かなのかな。ちなみにね、今回のクリスマスプレゼントいくらぐらいっていうのが決まっていて、だいたい5000円くらいっていうので、私自身も選んでいます。ちょうどこの時期ってさ、やっぱクリスマス交換とか女子ってする時期じゃん。なので、もしねクリスマスプレゼント何にしようかなって悩んでる人がいたらね、ぜひ参考にしていただければと思います。うーん、上がる。じゃあ開けていきます。おープン、入りきれない感じ、ギリギリで入ってる感じ。いくよ、せーの、じゃじゃん。あ、思わせぶりじゃない。ちょっとここも開けてこう。せーの、あ、なんか、かわいい。スリーのマグなんかあるの、かわいい。スリーのマグ、そしてこのスリーのマグの上にあるのが、じゃじゃーん、ほほほほほ、アルジタルのグリーンクレイペースト。そしてこちらがスリーのシマリングカラーベールステートメント02番のアイカラーが入っております。これ初めて使う、嬉しい。どんな感じのカラーだろう。これはこれは使いやすそうな、クリスマスに映えそうなゴールドベージュカラーですね。商品を詳しく見る前に、誰からのプレゼントなのかここで見ていきたいと思います。じゃじゃん、おー、かわいいじゃない、かわいい。こちらの中に読んでいきます。ババン、クリスマス前にしっかりお肌をケアできるように愛用しているグリーンクレイを鼻周りやおでこをパックしてみてね。クリスマスの予定はお決まりですか？キラキラのメイクをしてデートや女子会に行ってもいいし、温かいドリンクを飲んでほっこり過ごしてもいいですよね。今回はそんなプレゼントを選びました。気に入っていただけると嬉しいな。素敵なクリスマスを。ナミさん、ナミさんからいただきました。見てよ、この広がるツリー、ババン。ナミさん、嬉しい嬉しい。いや、なんか選ぶものがおしゃれよね。たまたまさ、ちょうどね、このクリスマススワップの話してたんですよ。今年のクリスマススワップ出るって言ったら、出ますって言って、明日買いに行きますとか言ってたの。これを買いに行ってたのか、めっちゃ嬉しい。じゃあ一つずつ詳しく見ていきましょう。じゃあまずこちらのアイカラー、パウダーがピグメントが入ってる感じになってます。こんな感じ、こうプレスされてるタイプではないので、このまま指とか、あとブラシとかに取って塗る塗るんですけど、ピョピョーン、キラッキラ。しかもめっちゃ使いやすい、私の大好きなカラーです。
すごい、これ早速ちょっと明日から使ってみます。しかもなんか量調節したら結構ハイライトとかにもなんか使えそうなぐらい粉がすっごい細かい。ほらキラキラ。そしてもう一つがアルジタルのグリーンクレーペースト。吸着力に優れたグリーンクレーにオーガニック植物成分を配合したクレイパック。小鼻の奥の黒ずみくすみを取り除き、ワントーン明るい透明肌へ、ハリ弾力不足の年齢肌にも潤いを与え、キメの細かい肌へ。めっちゃいいじゃん。ちょっと今化粧しちゃってるんで、じゃあここら辺にやってみますかね。化粧の上ですけども、このなんかクレーの感じとか見てみたい。こんな感じ。目跡がついてるんだけど、ここ最低最低ですが塗っていきます。あ、めっちゃスルスル伸びてくれる。これを3分から5分ぐらい塗った後にぬるま湯でよく洗い流してください。週に 2,3 回のスペシャルケアに、そして毎日のパックや洗顔としても使用できます。え、毎日でも使えるやつなんだ。3分5分ぐらいでよかったら結構いい感じで仕上がりそう。しかも私最近あの湯船に使って長くのんびり過ごすの好きなんで、こう湯船の中でやるのもいいかなと思ってます。いや嬉しいですね。やっぱこういうプレゼントをもらうこのドキドキ感っていうのは、そしてね大好きなナミさんからのプレゼントということで、めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。というか今ね動画撮る前にまさにナミさんの動画を見た後だったから、すごい私的にすごい面白い感じになってる。下の概要欄にナミさんの動画も貼り付けてますので、ぜひそちらの方もご覧ください。そして私のプレゼントが届いてる方はまだ誰だかわからないので、分かり次第下の概要欄に、載せたいと思います。私が選んだクリスマスプレゼントが気になるっていう方はね、ぜひそちらの方もご覧ください。ということで、クレイがつけたままなんですけれども、最後まで見ていただいてありがとうございました。皆さんも楽しいクリスマスを。また次の動画で会いましょう。じゃあねー。